はい、バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生のディスクです。今シグナルが発生しまして、 GBP-JPY 16時42分ですね、10月5日です。こちらの FX デイトレイは順調です。この方法でもし GBP-JPY 0分に判定、残り16分です。また上に、シグナルコンピューターから伝達がありましたね。こちらね、完全自動売買禁止なんで、手入力で半間岩先生が打ち込んでいつもやっております。それで方法が変わったのはですね、今、全部デモなんですけれども、3台のパソコンのところデモなんですけど、こちらの方で短期の勝負で、同じように GBP-JPY やってます。それで締め切りのギリギリ5分ぐらい前にこれ投資できるように体制しております。短期で3分まで投資できます。こちらの方は25分からの、バイナリーオプションで2つのねメーカー を取り分けてですね、最終段階で大きく投資 JBP-JPY 0分に判定、はい、残り15分です。はい、上に買う。はい。上に買うと勝率が上がるよと、分析ではデータが、買うと指示が出てますよというふうに出てるんですけどね。今、そこを売ってるんでね、妥当にね、稼ぐようにして。で、完全にね、勝ちやすいようにしてまして。で、最終的にこちらのバイナリーオプションの方と2つですね、会社使い分けて投資しようと思ってます。今、デモで訓練中です。こちらの方は100万円口座入れてるんで、ライブでね、100万円入れてるんで、投資しやすいということでね。こちらの方は今、4万ぐらいですかね。3万開始して4万に増やしてますけども、こちらの方のは今でもですけど、ライブの方はそうなってまして、GBP-JPY 0分に判定、残り14分です。上に、買う。まあ、このようにね、指示があって、自動売買禁止なもんですから、音声で、このようにうるさいほど、投資するときに指示してくれます。その時に叩き起きてね、また違うとこから飛び、込みましてね、打つということです。自動売買できませんのでね、このメーカーはね。こちらはできますけどね、かつ自動売買がうまく、プログラムがまだうまくできないんですよ。調整中でね。ですので、今使い方としては、こちらのメインの指導での投資から、こちらも指導の投資でいこうかなということで訓練してます。最終的な打ち込みの、また金額が高いときはこちらの方をよく打ちますようにしますね。こちらは、GBP-JPY 0分に判定、残り13分です。上に、買う。はい。もうね、15分前になったんで、14分、13分前ぐらいになりましたので、こちらの方は、15分前の時は3個以上投資しちゃいけないんですね、というルールでやってますもんですから、で15分締め切りに入りましたら何本でも打てます、という状態ですね。しかしこれよりか多く下がってませんので、最初の投資よりかですね、これは1本でも稼ごうということで、ほったらかしにします。でさらに下がった場合はこちらの方でね、打つような形になりますけれども、周期がね6分間隔の3分締め切りなので、ちょうど最終6分前から入り込める、5分最終5分前から打ち込めます。そんな感じですね。大きくこうヨタ打ちでね、こちらの方がね、ここから大きく下がってなければ、ちょっと打つ、こちらの方はね、投資できないと思います。今、半間岩先生ね、マヨネーズを作ってたんですけど、失敗しましてね、怒っておりました。自分の、やり方にね。
マヨネーズ作ってたんですけどね、あの油の量が足んなかったのかしんないけど、ハンディミキサーだから簡単だと思うんだけど、まだ失敗しちゃってヌルヌルになっちゃうんですよね。あのちゃんと泡立てができないんですよね。それで参っちゃってましてね、油の量が足んないのかなっていうような感じでね、まあしょうがないね。あのお酢は絶対断固として安い一般の普通のお酢でね作ろうと思ってましてね、これは関係ないんでね、味は落ちるかもしれないですけどね、それで美味しく作るのがちょっと大事だということでね、ちょっとあの固くね頑固に作ってましたけど、なかなかその影響ではないですけど、酢の入れすぎということか、マヨネーズちょっと、マヨネーズじゃなくてヨーグルトちょっと入れたんで水が水分が入ってしまったのか、ちょっとね、そんなことで今僕の、キッチンの失敗でね怒りながら、その時にシグナルが来たもんですからね、残りは12分ですね。12分だからこちらのサイクルはね、終わってからですね、の次が締め切りになるんで、まだこの時は打つことはないでしょうね。このようにね、と知ってまして、じゃあ間にね、時間が来るまでちょっとこちら説明しますけど、これデイトレイですけども、今週も勝ち越し、先週も勝ち越しました。それで、最初に試験で投資した分の負けで、今700円ぐらい、635円負けてますね。だけども取り返してきたということでね。で取り返してて、プラスなってきましたら、本番投資に移ろうと思います。それで、こちら最大全部のトータルの投資数は30個にしまして、それで1個の通貨では10個までの投資というふうにね、この完全自動売買、こちらの方は FX のデイトレイですので、完全自動売買が許可されて、それ専用のね、ソフトで動かしてます。これ成功すると、私は資産が500兆円ぐらいになる、と。500兆円ですよ。世界一の億万長者の10倍ぐらいになると思います。これが成功しますとね。世界の資産の、世界の億万長者の10倍ね、500兆円ぐらいの資産になると思います、私の。ただね、私は人間の上の生物なんで、人間と違うんでマスコミには関与できませんのでね、よろしくお願いいたしますね。まあ長者番付はね、これで成功すれば乗るかもしれませんけれども、これは成功したらの話ですからね、成功しない方が大体多いんで、ご了承くださいね。9分後に判定で終了。はい、こちらですね、こちらのあのファイナルオプションですね。上がってますね。あの下に買って強いですね。でこちらのね、メーカー違うけれども、あの表示は同じですね。もう本当に全く同じですね。こちらとこちらね、ちゃんとしっかりしてます。八百長内容になってますね、ちゃんとね。しっかり、10秒間隔の、ね、値の変化は変わらないですね。正確です。違うメーカーで、嘘ないようにやってますね。これ上がってます。残り9分。ね。さあ。8分後に判定で終了。あ、8分のですね、次ね。このようにね、経過も教えてくれるんですよね。で、残り時間も教えてくれますんで。こちらで打てるのはあと残り3分です。3分ですね。3分ということは、あ、これ5分前まで同じには打てるんですね、5分前ね。ただこっちは3分まで打てますからね。まあ知ってますけども。たまに10分っていうのもあるんですよ。ね、こちらの方はね。パーセンテージも 80%。こちらは 90% ですからね。強いですね、後半ね。これ 80% ですからね。まあそんなことで。
時間が迫った時はこちら、ね、時間が前もっての年はこちらとですね、同じインジケーターのシグナル発信から送っています。手入力でね、両方ともですね、こちら許可もらって自動売買許可7分後に判定で終了、許可もらってますけども手入力となります。今回はね、手入力で全部稼ごうというふうなことですね。どうもね、自動売買は稼げないんですよ、どうしてもね。プラスアルファで、自動売買からプラスアルファ考えて打たないと勝てないというような感じですね。うん。まあ、そんな感じでね。あと残り7分ですけどね。画質すいませんね。4K で打てなくて、20分ぐらい前から、シグナルが出たもんですからね。4K だと7分の撮影しかできませんので、1回にね。編集も時間がないんで知っておりませんから、そのままね、流しておりますので、ね。これ楽勝になりま、6分後に判定で終了。あ、もうすぐね。それも。もうこちらの方はもう打つ必要ないですね。希望通りだから。あと6分後だから、下に落ちなければ、この投資は勝ちですね。まあ長いですけど、まだね、ライブに投資まだ始まるのが大変でしょうけどね。まあこんなにやんないと稼ぐことできません。僕、バイナリーオプションスペシャリストですので、よく現実をよく知ってまして、とても練習期間、トレーニング時間は長いです。ただ、1億円の投資をしておりますのでね、1億円の投資をしておりますので、伊達じゃないです。バイナリーオプションのスペシャリスト者としてね、ゼロトレーダーでね、1億円近くまで投資した経験の持ち主で、あとスペシャリストであったということでね。まあ今年までそうでしたけど、2位になってましてね。バイナリーオプションの。6分後に判定で終了。スペシャリストね、活躍しておりますけどね。世界一の億万長者と争うレベルですからね。私の場合は、バイナリーオプションのスペシャリストはね。それをちょっと、遊びでやってないということを分かってもらいたいですね。世界一の億万長者を抜かすね。彼の仕事は妨害しないでね。応援してありながら、自分なりの稼ぎ方で、ね。さらに頑張ったよというと、お互いに励ますということでね、仲間を増やすということでね、まあ、世界一の億万長者を頑張ってるのを頑張って、また、越すための仕事ですね。それで、分かち合いってですね、苦労を分かち合いながら、4分後に判定で終了。社会で、人間社会で貢献もするということですね。どうですか？締め切りですね。これ起こってくると思うんだけど、こっちの方打たないですね。指定のね、上に買ってますからね。そういうシグナルですから。これから落ちそうですけど、ね、隣の方ではもう、これもう3分締め切りもうすぐで4分ぐらいでしょ、今。締め切り。これ3分まで通用するんで、2つ分けてね、投資していって稼げばいいんじゃないかと、ね、思いましたね。もうあってですね。もう圧勝ですね。まあ練習なんで投資額も、しかし、ライブも初めはこんな感じですね。ものすごく時間かかりますけどね。皆様方もこんなに時間かかるということ、3分後に判定で終了。お金稼ぎするのにこんなに時間かかるということをお教えしております。それで自分のコンピューターでちゃんとプログラム作って、テクニカル分析も単純1つか2つか3つかぐらいのねを見て投資するのはギャンブルですからね。ちゃんとプログラム作ってね。自分のインジケーターを作ってください。それで、この投資で本当に勝率が上がるのかって、それ全部計算で出ますから、そういうプログラムができなければ、ダメです。稼げません。で、それできない人はみんな、
ギャンブル投資なんですよね。ほとんど総合的にはね、全部負けてます。株でもそうです。株で勝つのは、今は、さや取引ですね。さや取引の、やっぱりコンピューターで分析しましてね。会社でもやってくれてます。分析してます、ね。分後に判定で終了。会員に入って有料に入りますと、情報を教えてくれます。それを見て分析してくれるんですね。コンピューターで。で、それを見て、投資するんですけどね。全部コンピューターで正確に分析してます。僕も会員に入ってましたけどね、さや取引のね。有料でね、さや取引の情報と分析をね、全部自動でしてくれるんですよ。お金を払うと、毎月払うとね。まあそんなのにも、株取引でも僕は会員で入ってました。で、自分は今、そのツールをまた自分で買っちゃったもんですからね。さや取引のいい、それで自分自身で分析できるようになっちゃってます。楽勝ですね。ただ一本だけですからね。初めのね、一本だけっていうのは、勝ちか負けなんですけど、当たるとこんなにね、差があって、楽勝なんですね。そんな風にね、落ちてきましたけど、残り2分ですからね。今日はね、FX のデイトレーシグナル出てないんですね。もうだけど2週間勝ち続けですね。1回も負けてません、2週間。これね、デモですけどね、今全部ね。まだ、試験、私のトレーニングと、状況を見てね、ライブ投資を楽しみにしてるということでね。もう怒ってきた。こんなに怒ってきたんですね。さあ、あと30秒ぐらいですね。17秒。はい。もうすぐですね。0分です。はい。ちょっと、秒はね、ちょっと、コンピューターの後、あと3秒になってます。ちょっとズレがありますね。ちょっと、視覚が違うんだね。はい、今1分になりました。はい。勝ちましたね。まあ、そんな、こんなことで、投資しておりますけどね。非常にね、これ、切っちゃいましょう。どうもありがとうございました。